はい、皆さんどうもこんにちは、三田です。皆さんこれ買いましたかね。今月号月刊相撲です。はい、これになんと私は三田天かけるというページにて特集されています。はい、まあ、少し前にも言ったんですけど、もし見てない人がいたら見てみてください。まあ、今日はねこの天かけるのコーナーではなく、その次のページぐらいにあるアマチュア相撲の31年、平成31年度令和元年度の番付が出てるので、ちょっとそちらを見ていきたいと思います。まずは高校生から。令和元年度高校相撲番付団体戦、東の横綱文徳高校インターハイを団体戦21年ぶりの優勝を飾った後に、その後のね十和田大会、宇佐大会と連続で優勝したと。文徳高校が東の横綱に輝きました。はい、文徳高校がね東の横綱にランクされるのは21年ぶりと、はい、前回ねインターハイ優勝した時ですね。この番付は基本的にビッグタイトルが重視されるので、まあ、インターハイの優勝した文徳が順当に東の横綱と、はい、そして西の横綱は弘前、高知大会選抜、そして金沢大会、まあ、そしてまあ国体もですけど優勝した、まあ、僕の母校である鳥取城北高校がランクインしたと。まあ、城北はねインターハイも2位で、宇佐大会も3位と安定した成績で、西の横綱にランクされるのは2年連続と。そしてこの横綱という地位にランクされるのは9回目と。そして選抜大会と母校総体インターハイで3位に入った金沢学院高校が東の大関と、西の大関にはインターハイで3位に入った向井の丘工業という結果になりました。そしてね皆さん、あの高校まだ出てないんじゃないかと。はい、そう、埼玉栄高校はなんとね今年は東の関脇と、はい、選抜の2位、そして十和大会のベスト8と、はい、まあ、例年の埼玉栄にしてはね、まあ、ちょっと寂しい結果になってしまったんですけども、まあ、しっかり東の関脇にはランクしていると。はい、まあ、埼玉栄はね4年連続でこの横綱に、まあ、東西どっちかに入ってたんですけども、まあ、今年はランクダウンしてしまったと。そして高校生のね個人戦ちょっと見ていきましょうか。まあ、高校の個人戦は高校横綱に輝いた飛龍高校の大桑くんが東の横綱にランクインしたと。はい、まあ、そしてね西の横綱には国体を制した亀井くんがランクインしてますと。はい、まあ、東の横綱の大桑くんはね伊勢ヶ濱部屋から颯富士という名前で、まあ、デビューしたと。はい、体は大きくないんですけどね、かなり成功法な相撲で、まあ、将来がちょっと楽しみと。はい、そして西の横綱の亀井くんはね東洋大学に進学と、これまた楽しみですね。東の大関には、まあ、選抜全日本の、まあ、体重別、そして十和田宇佐世界選手権と5個のタイトルを取った川淵くんが、まあ、東の大関になり、そして弘前、金沢、そして世界大会をね2連覇した花田くんが西の大関になりました。まあ、実績ではねこの2人が、まあ、ちょっと抜けてたんですけども、まあ、高校ね相撲に関わらずですけども、こういう番付は大きなタイトルをね重視するということで、まあ、彼らは大関ですと。まあ、そしてね選抜体重別、そして高校総体と3つの大会で2位となった草野くん、文徳の草野くんは東の関脇と、この東の大関、東の関脇、この2人が、まあ、日本大学に進学するということで、まあ、かなりねもうすでに稽古して強いという話も聞いてます。来年、いや今年楽しみですね。まあ、ちょっと大会なくなっちゃって新入生もどうなのか分かんないんですけどもね。で西の大関の花田くん、彼はね日体大に進むということで、まあ、この世代ね本当強いですよね。まあ、新入生もあれば誰が優勝するのかっていうのはかなり注目なんですけども、まずあるか分からないと。そしてね大学生見ていきましょうね。大学生は金沢、十和田、そしてインカレの3つを優勝した、まあ、我が母校である日本大学が4年ぶりに東の横綱に輝いたと。日本大学がね横綱という地位、まあ、東西のどちらかの横綱という地位にいるのは、まあ、2年ぶりなんですけども、まあ、なんとね昭和50年以降の45年間のうちにこの日大が東西どちらかの横綱というランクにいた回数実になんと41回と、はい、まあ、圧倒的に横綱にいると、まあ、
そういう感じですね。そして、まあ、宇佐、和歌山、刈谷、リーグ戦と4つの大会優勝した日本体育大学が西の横綱になりましたと。日体大はね、2年連続西の横綱で、横綱にランクされるのは、ね、10回目と。意外とね、少ないんですよね。日体大ってもっと強いのかと、強いというかそのランクにいるのかと思ってましたけど、まあ、意外と10回目。まあ、そして宇和島、九州、東日本と3つの大会優勝した中央大学が東の大関と。中央大学もね、去年も3つもタイトル取ってたんですね。中央大学の東の大関という地位は、まあ、実に20年ぶりと、久々の大関でした。まあ、そして3年連続で東の横綱だった東洋大学は西の大関に留まってしまったと。今年はね、優勝がなくて、まあ、5校ぐらいの大会でね、2位だったんで、まあ、かなり惜しかったんですけども、まあ、エースがね、途中で抜けたりと、まあ、いろいろ苦しくて西の大関に留まってしまったと。という感じですね。次に大学生の個人見ていきましょう。個人のね、東の横綱は、まあ、もう言わなくても分かると思いますけども、日本体育大学1年生の中村大輝くんが1年生で東の横綱に輝いたと、はい、今年の獲得タイトル実に6個と、ね、そのうち2つはね、幕下の付け出し資格を取ってるとい う, もうバケモンがね、現れましたね。この1年生で東の横綱という地位にランクしたのは史上3人目なんです。1人目はね、昭和59年、まあ、後の串間海の、まあ、串間啓太さんが1年生で東の横綱になり、平成20年に元大輝鵬山口先輩の、まあ、1年生でランクされたと、まあ、それ以来ということで、まあ、かなりのね、化け物が入ってきたなという感じですね。あと3年間どんな活躍をするんだろうと、まあ、そういう期待もあります。そして西の横綱にはアマチュア選手権で優勝した近大の谷岡くんがランクされたと。まあね、インカレも2位ですし、まあ、ここも順当ですね。かなり強かった、はい、後半になってね、ガンガン活躍して、まあ、プロ入りせずに指導の道に行くということで、まあ、また新たなね、強い選手を作ってほしいなと思います。そして宇和島と東日本選手権で優勝した中央大学の田中くんが東の大関、まあ、彼もね、もう卒業なんですけども、プロに行かずに実業団で、まあ、頑張りますと、ということですね。そして西の大関には宇佐と金沢大会の2つで優勝した日体大3年生のデルケル・バヤル君が入りましたと。彼はプロ志望ということでね、はい、またプロでモンゴル旋風巻き起こしていくんだろうなという、そういう感じです。まあ、そして最後に社会人、まあ、社会人はね、本当に大会の数も多くないですし、まあ、この、ね、ざっくりした結果なんですけども、まあ、東の横綱が三輪くんと、まあ、三輪くんは今年2つの大会優勝しているということで、社会人の東の横綱になりましたと。そして西の横綱が愛新世紀の小山さんと、はい、今年はね、タイトルも取って、まあ、なかなか充実の年だったんじゃないでしょうか。そして東の大関には7年ぶり4回目の実業団横綱を取った楽関さんが入ったと。この人も元気ですね。まだまだ数年は、ね、実業団界のボスという感じで、はい、君臨しそうな気がします。なんとこの荒木関さんね、過去11年で横綱にランクされた回数が4回、大関3回、関脇2回と、まあ、安定してね、成績を残してると、はい、実業団横綱も4回取ってますからね、この人本当息が長く強いと。まあ、そしてね、西の大関には、まあ、世界選手権などでも優勝した五十嵐さんが入りました。五十嵐さんといえばね、全日本選手権で膝を怪我しながらの奮闘が記憶に新しいですけども、まあ、またね、来年も頑張ってほしいと思います。はい、まあ、以上ちょっとね、高校生、大学生、そして社会人のね、アマチュアの番付っていうものを紹介していきました。まあ、これね、結構毎年ね、そのくるくる変わってなんか面白いんで、もし興味がある方はこれ月刊相撲の3月号買って見てみてください。また僕のページもね、あるんで、また私のページ、アマかけるコーナー、はい、アミタリタケシ特集もよろしくお願いします。ということで、今日は終わり。じゃあね。